2009年モナコグランプリ。2009年モナコグランプリは、2009年開1、世界選手権、第6戦として、2009年5月24日に、モンテカルロ市街地コースで開催される。正式名称は、フォーミュラ1グランドプリでモナコ2009。ドライタイヤについては通常は、ソフトタイヤ、スーパーソフトタイヤのうちの一つが、ソフト側のタイヤ、ハードタイヤ、 ミディアムタイヤのうちの一つがハード側のタイヤになるが今回は特別にスパーソフトタイヤがソフト側のタイヤソフトタイヤがハード側のタイヤとなっている気温摂取24度路面温度摂取45度湿度69%の条件下で予選がスタート予選が始まり各マシーンがコースに出始めるフェラーリのフェリペマス社がプールサイドで フロントノーズが壁にヒットするがなんとかピットに戻る。残り時間が半分になる中、今度はマクラーレンのルイス・ハミルトンがミラボーコーナーの入り口で体勢を崩し、タイヤバリアーに接触。左のリアタイヤに大きなダメージを受ける。ハミルトンはピットまでマシンを戻せず、残り8分7秒で一時赤旗中断となる。ハミルトンは7番手のタイムを残し、マシンを降りることになる。 再開後ブラウン GP のジェンソン・バトンがトップタイムを叩き出す。残り時間が例の中、ウィリアムズのニコ・ロスベルグがトップタイムを更新し、9位が終了。フォース・インディアは初めて2台揃って、9位に進出を果たす。トヨタの2台と BMW ・ザウバーの2台が敗退。クラッシュしたハミルトンは、その後16番手まで下がり、結局、9位敗退となった。 92に入りロズベルグ、レッドブルのセバスチャンベッテル、ブラウン GP のルーベンス・バリチェロ、レッドブルのマーク・ウェーバー、マクラーレンのヘッキコバライネンの順に1分15秒オール、タイムを出す。その後、フェラーリのキミライコネンが、トップタイムを更新し、92が終了する。中島和貴は今基初、通算2度目の93進出。トロロッソの2台とフォース・インディアの2台、ルノーのネルソン・ピケが、 急に敗退各マシーンはソフト側のタイヤでアタックに入るが中島は燃料を多く積みハード側のタイヤを選択する。ここから熾烈なポールポジション争いが始まりまずベッテルが軽い燃料でトップに出る。しかし残り7秒でライコネンが14.927のタイムを出しトップに出るが バトンがライコネンを0.025秒上回る114.902をマークする。その後ろから37歳の誕生日を迎えたバリチェロが迫るが115.077と3番手に止まる。バトンは今季4度目のポールポジション獲得。フェラーリはライコネンが2位、マッサが5位、マクラーレンはハミルトンが9位で敗退するもコバライネンが7位とフェラーリ。 マクラーレンは復調の兆しを見せる。気温摂取25度、路面温度摂取42度、湿度58%。ルイス・ハミルトンが前日のクラッシュによりギアボックスを交換し、再開からのスタートとなる。トヨタのティモグロックがリアサスペンションを交換し、ピットレーンスタートを選択する。上位勢ではブラウン GP の2台とレッドブルのベッテルがソフト側のタイヤ、 その他は、ハード側のタイヤを選択する。ブラウン GP の2台が、コースタート。3番シュスタートのルーベンスバリチェロが、キミライコリンを、オーバーテイクし、ブラウン GP が、ワンツー体制を築く。フェリペ・マッサは7周目のトンネルで、オーバーテイクを試みるが失敗し、ヌーベル試験を、ショートカット、セバスチャン・ベッテルを先に行かせるがその隙に、 ニコ・ロズベルグにも先行さてしまう。ソフト側のタイヤを選択したマシーンはペースが上がらない。中、トップのジェンソン・バトンは、ソフト側のタイヤで2位以下との差を広げていく。フェラーリの2台は、ハード側のタイヤを選択したものの、ライコネンは、バリチェロ、マッサはベッテルに抑えられ、タイムが伸びない。ベッテルは、積載燃料が軽いにもかかわらず、タイムが、トップのバトンよりも4秒ほど遅く。 3位のライコネンと4位のベッテルの差がみるみる広がり、さらにベッテルから12位のセバスチャン・ブエミマが、呪術なぎになる。しかし10周目に来て、ここまで耐えてきたベッテルが立て続けに3台に抜かれ、ピットへ向かう。11周目の1コーナー手前でブエミが、ネルソン・ピケに追突し、両車リタイヤとなる。結局ライコネンはバリチェロを抜くことができないまま15周目に、ピットイン。 次の周会でバリチェロ、さらに次の週でバトンがピットイン。16週目ベッテルが1コーナーでクラッシュしリタイア。18週目にロズベルグ、20週目にマッサ、22週目にマーク・ウェーバーがピットイン。1回目のピットストップを終えてマッサ、ウェーバーがロズベルグの前に出る。中島和孝が燃料を多めに積んでいたためにピットインはせず。 8番手まで順位を上げる。第2スティントでもブラウン GP のワンツー体制の後ろにフェラーリの2台の展開が続く。29周目にロバートクビサがアクシデントによりリタイア。35周目で中島が初めてのピットストップを行う。上位勢の2回目のピットストップはバリチェロ、バトン、ライコネン、マッサ、ウェバーの順に入ることが予想されるのでバリチェロ、 ライコネン、マッサ、ウェバーの4台で2位を争う可能性が出てきた。50周目にバリチェロが2回目ピットストップ。次の周回でバトンがピットストップを行いライコネンとマッサの間に戻る。52周目に平気コバライネンが前日にマッサが接触したプール祭でバランスを崩しクラッシュ。53周目にライコネンが ピットインするもピットストップに時間がかかり、バリチェラの前に出られない。マッサはファステストラップで周回を重ねていたが、ピットから出たばかりのバトンに捕まり、タイムが伸びない。56周目にマッサ、ウェバーが同時にピットイン。マッサはバトンに抑えられたために順位を上げることができない。二度目のピットストップを終え、上位勢に変化はなく、コース上での勝負となる。中島は、 中盤に8番手まで順位を上げるが1、ストップ作戦を取ったマシンに抑えられ、順位を12番手まで落とす。さらに77周目に、前日ハミルトンがクラッシュした、ミラボーコーナーの入り口で体勢を、4、タイヤバリアーに接触。ここでレースを終えることになる。上位勢は、その後変動がなくそのままチェッカーを受ける。バトンは2レース連続ポールトゥインで5勝目。2位はバリチェロで、 ブラウン GP は2レース連続、今季3度目のワンツーフィニッシュ。3位は今基礎の表彰台となるライコネン。マッサが4位に続いた。フォースインディアのジャンカルロフィジュケラが1ストップ作戦で9番手まで上がるがあと一歩でポイント圏内に届かなかった。フェラーリは復調の兆しを見せるがマクラーレンは予選でハミルトン決勝でコバライネンがクラッシュし、結局ノーポイントに終わる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。